こんにちは、マンハッタンポーテージブラックレーベル青山店の大野です。今回はマンハッタンポーテージブラックレーベルで人気のノートンバックパックダブルバリスティックバインディングをご紹介します。こちらはモディファイドシリーズという定番として人気を集めるモデルを、優れた機能性はそのままに今のトレンド感を反映したデザインにアップデートしたシリーズとなっています。人気の1261型メッセンジャーバックパックをベースにデザインと機能性をアップデートしたモデルです。サイズは約23リットルのこちらの M サイズと約30リットルのこちらの L サイズの2サイズ展開となっています。本日はこちらの M サイズを使用してご説明させていただきます。生地には耐久性と軽量性に優れたインビスタ社製のコーデュラバリスティックナイロンを採用。通常のナイロンに比べ約5倍の強度を持っており、タバコの火を押し当てても数秒であれば貫通しないほどの耐熱性も兼ね備えた素材です。フロント部分には撥水性の高いビニール素材を採用し、雨の日にもしっかり水を弾いてくれます。こちらにはジップポケットがあり、撥水性を備えているため雨の日でも中に水が浸透しづらく、スマートフォンなどの電子機器や貴重品などを安心して収納することができます。トップハンドルには丈夫なシートベルトストラップを採用。持ち手部分にレザー素材を使用することで馴染みが良く、手への負担も軽減しています。そしてこう床に置いた時にしっかりと立つデザインとなっているので、手提げでの持ち運びもストレスを感じることなくお使いいただけます。こちらのロールトップの開口部はフィドロック V バックルを採用し、こちらのドローコードを引っ張るだけでマグネットが外れ、閉じるときは近づけるだけで閉まるので、よりスピーディーな開閉が可能になりました。ロールトップならではの防水性と広い開口部で荷物の出し入れがしやすく、利便性の高い構造となっています。バッグ内部には 15.6 インチノートパソコン対応で、クッション素材内蔵の PC ポケットと小分けができるオープンポケットやジップポケットがあり、荷物を整理して収納できます。背面部はオリジナルパターンのクッションパッドが採用。クッション性のある生地に加え、パッドには凹凸があり、背中との接地面積を減らすことで、荷物の多い日や汗をかきやすい夏場でも風通しが良く、快適な背負い心地を実感することができます。またバッグ側面には、メインコンパートメントと直接つながるこちらのジップがあり、こちらからも荷物の出し入れができるようになっています。大きく開くので、PC ポケットに直接ノート PC を出し入れすることができます。両サイドにもポケットがついていて、ある程度の深さがあるので、折りたたみ傘やペットボトル、ハンドタオルなどを入れてお使いいただけます。バックパックを背負ったまま両サイドのポケットにアクセスできる利便性の高いデザインです。またこちらにはアジャスターもついていて、収納量に合わせてバッグの厚みを変え、容量の調節をすることができます。こういった各ベルトにはシートベルトと同じ素材を使っていて、調整がしやすく、洋服なども傷つけにくい仕様となっています。またベルトのこちらには D 管を設けていて、キーチェーンやカラビナを引っ掛けるのに便利なパーツとなっています。またこちらのチェストストラップもついているので、バックパックが体に密着し不安定に揺れたりすることを防ぐことができます。そのため荷物の多い日や自転車などに乗るときにもバックがずれにくく安定してお使いいただけます。以上、ノートンバックパックダブルバリスティックバインディングのご説明となります。ブラックレーベル青山店では通信販売も承っております。
バッグの大きさに対応したサイズのキャンバストートにお入れしてご郵送しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。